まあ渋々やっていくしかないよね。まあ、とりあえず村の今の洞窟入っちゃったら、もうしばらくその洞窟の中でしか行動できないみたいな状態になっちゃう可能性もあるから、一回まず町の探索だよな。町探索して出れるかな、出れる、あ、この町を出るわけにはいかないぞ。チュートリアル終わるまでは出れませんってことか。まあ、洞窟入る前に一回村の中は全部探索しておかないと、洞窟入った後で取り返しのつかない様子みたいになったら困るからな。合体を選べば武器や防具の組み合わせを行えます。一度は試してくださいね。いや、それさ、オデッセリア1にもそういうシステムあったと思うんだけど、一回も成功してないんだよ。やり方がよく分かんなかったからな。2の方では多少はやりやすいのかな。これ何、ダガーと何かウッド棒かスモールシールドを組み合わせれば、あー、合体武器これとこれ組み合わせれば何ができますよって分かんのか。はあ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 、また寄ってくれ。こっちからも話しかけられるのか。え、宝箱以外でもいろいろと探してみること。じゃあこの辺の置いてるやつ持ってっちゃダメなの。ただのレプリカであって、別に歯とかはそんなに機能してないのかもしれないな。んーで、お前は、やばいよやばいよ、出川だ。ペルシャ軍が攻めてくるよ、どうしよう。でも最近の出川ってあれだよな、やばいよやばいよ言わなくなったよな。もういつまでも言ってて欲しかったけど、もういつの間にか人気キャラになってるよね。人気キャラっていうか、冠番組とか持ち始めてさ、考えられないよね。旅回りの商人が来なくなってしまったのです。やっぱり戦争のせいかしら。薬みたいに売ってんな。フォーチュナーってこれ飲み薬だったんか。ハイフォーチュナーで、フォーチュナーの回復量少ねえな。マインドサプラーもう売ってんだ。大地のマナも高い。ワーポールダンジョン脱出、全部飲み薬だったんだな。飲み薬だとは思わんかった。大地のマナまで復活ドリンクみたいな感じか。預かり物はよそ当たってくんだ。今回の新世紀オデステリアでも預かりシステムはあると。でも預かりシステム、オデステリア1の時にもあったけど、結局一回もその預かりシステムを使ってないんだよな。アテネに行けるぞと。この家入ったっけ、この家入ったか。あいつ アレウスみたいな名前だったっけ。で、西側の方はまだ探索してなかったと思うんだけど、そんなに広い町じゃないか。すごい広い町だなって思ったけど、実はそんな そこまででもなかったっていう。で、これは宝箱かな。フォーチュナを手に入れた。大地のマナを手に入れた。まあ、回復アイテムはな、枯渇しやすいからな。まあ、蓄えられる時に蓄えておいた方がいいとは思う。で、もうこの町の人たち全員に話しかけたから、いよいよ本題、あいつのなんだっけ、サムスだっけ、サムスのいる洞窟、まあ、ここでチュートリアル学べますよみたいな、そういうことだろう。技量を高めたければ同系列の武器を使い続けることだ。あー、今回ちょっとシステム違うんだな。ロマサが1に似てんのかな。例えば剣なら剣のみと言ったように、初めから得意なものを決めておくといいぞ。何が得意なのかでも分かんないからさ、ひらめきシステムみたいなもんとかあんのかな。ロマサが2みてえに。フォーチュナを手に入れた。やっぱセーブはできないんだな。これ敵出てくんのかな。いや、あのお宝取りたいんだけど。ああ、敵出てくる。でもエンカウント率はガッと発戦と、あ、こんな感じなんだ。ちょっとマリオ RPG 感あるな。あ、マリオ RPG で思い出したんだけど、今日マリオ RPG のスーパーチャンプ100回達成の動画投稿するわ。まあだから動画のストック結構あるねっていう話なんだけど、ベロリンチョ。ああ、で弓持ってるっていうか、戦闘画面今更だけど1とだいぶ違うよな。
1の方では敵キャラしか見えてなくてさ、どちらかっていうとこの戦闘画面ロマサガに似てるかな。戦闘画面自体は1はドラクエシステムみたいな感じだったけど、2の方はロマサガっぽいな。後列見える仲間もこれで分かりやすく見れるっていうか、弓矢の持ってるキャラは敵も弾末も上げるようになってるし、モンスターをやっつけた。経験値6入りましたとか、今死んでる仲間には多分経験値入んないと思うんだけど、なるほどな。まああんまり良くなかった部分、この見にくかった部分とかが回収されて多少やりやすくなってますよっていう、そういう感じなのかな。ダメージ量とかも見やすくていいよね。でこの画面の下にいるガチムチは脳筋キャラで拳で戦う、そういうキャラか。まあ、てっきり盾でぶん殴るみたいなさ、まあ、ワンピースの鉄壁のパールさんみたいなやついたじゃん。あいつみたいに盾を使ってぶん殴るのかなと思ったけど、素手でぶん殴るみたいで撤退、まあ、逃げるキャラもいるんだ。で逃げた場合は経験値入んないけどお金は落とすんだ。ちょっとこれでこのお金3ゴールド渡すんで見逃してくださいみたいな、そういう感じで敵が逃げてくっちゅう、まあ、カツアゲみたいなもんだよな。粒こいつあれだよな。あ、ぶちかましとかすぶちかましだけど、でもそんなに痛くないよ。体当たりみたいなことなのかな。ワンにもいたよな、この可愛い顔したスライムみたいなやつ。で断末魔も、あ、スライムの断末魔意外と声が低いな。これ全部の敵キャラクターに断末魔みたいなの割り当てられてるのかな。まあ、95年のゲームって言ったらまあスーファミのそれなりに終盤期って言ったら終盤期か。まあ、テイルズも歌とか入ってたしな。そら喋る敵キャラもいてもおかしくはないんじゃないか。フォーチュナ、フォーチュナとかよりもあれが欲しいよな。デスプレッシャーだっけ、敵が出にくくなるアイテムあったと思うんだけど、あれをね、あ、どうした今なんか出て、開始の一撃が16くらいのダメージが入ってなかったか。で、断末魔の声がちょっとあれに雰囲気似てる、レディーストーカーに似てる、バンブーランス。装備できんのかな、両手用の槍。そもそもこいつが槍が得意なのかどうかも分かんないけど、素手でぶん殴るよりかはいいと思うんだけど、どうだろう。地下に行くだって無茶言うね、どうだっても知らんぞ。レーザーウィップ無知、いや攻撃力上がるんだったらその方が適切なんじゃないのって思うんだけど、どうなんだろう。それぞれでもキャラクターが何が得意なのかとか分かんないからさ、あの宝地下に行ってから飛んなきゃいけないのか。ちょっと分かりにくいけど、あれ宝箱の左に見えるの階段だよね。瓦礫のようにも見えるけど、これ多分階段だよね。はいはいはい。いやまあ地下探索するのもいいかもしんないけど、もうちょっと地上を見ておきたいよな。まあ反対側の方どういう風になってるか。でエンカウント率はまあ1と比べれば緩いのかもしんないけれども、それでもまあちょっと多いっちゃ多いか。でなんて画面に出てるか分かんないんだよな、死ぬ時の瞬間で。武器の装備を変えたらやっぱ変わってるな。無知と槍をそれぞれ持ってるっぽいよね。いやそういう細かい部分ちゃんとしてるのいいよな。あいつ何やってるか、あんな奥に挟まってるけど、しょんべんでもしてるのか。うん、2打目しか入んないってことは会心ではないってこと。無知苦手なんか、あ、無知っつかあるか、後列にいるせいか、後列にいるせいでダメージが通りにくいのかな。さっき弓矢で4ぐらいダメージが与えてたよね。クリティカルって書いてある。お、いいね、レベル上がった。
これレベル上がった時のそのポーズが得意武器を表してるとか、そういうのかなと思ったけど違うよな。今サンドラとレオンレベル上がったけど、どっちもぶん殴りのようなポーズをしてたから、そういうわけではないと思う。ああ、サマス氏はずっと奥に行ったそう。マスク、後を追うつもり、いや、後を追うつもりなんだけど。こっち側は外れか。もうこれでもあれだな、戦闘マニュアル化してもいいかもしれないな。やっぱエンカウント率よ、エンカウント率がそれなりにあるからな。で、サンドラーに関しては無知苦手なんじゃないかな。こんだけミスってるっていうことは苦手な可能性ないか。まああるいは後列にいるから、あ、剣アップ、まあ、主人公はなんとなく剣使いのイメージがあるんだけど、まあ、このままでいいか。うん、でエルグもやっぱぶん殴りっぽいポーズしてるね。いや、サンドラちょっと待って、左手に、うん、どうなんだろう、利き手とかあんのかな。左右でさ、ちょっと値変わるとかだったら利き手あんのかもしんないけど、その辺よくわからんよな。っていうか、戦いをオートにしたら敵の名前を確認することもできないのかな。その辺のシステムどうなのかわかんないよね。おおむね敵の名前は分かってるから、設定で綺麗殴れで、綺麗殴れだったら弓使いのサンドラは攻撃してくんないとかか。ブロンズソードを手に入れた、間違えた。カーソルを縦に合わせてやらなきゃいけない。ダガーよりブロンズソードの方が上がるね。まあ1でも上がればとりあえずは装備だよね。さあ全員の名前が出てますけど、あ、名前はあれなのかな、勝手に。前作は大取りしてたら敵の名前も分かんなかったけど、本作では敵の名前はさすがに分かるみたいな、そんな感じか。いや、そういうわけでもないか、これ。いや、武器の強さの話なんだけど、まあ敵の名前とか出るのはまさにその通りなんだけど、このサンドラは後列にいるから単純にあれ、いや、そうでもないか。今弓でも攻撃が当たんなかったからさ、どういうことなのかなとは思ったんだけど。てか回復大丈夫かこれ。うん、今7の前になんか出なかったか。戦闘終わった時にクリティカルって出たかな。経験値も多めに入るみたいな、そういうことあんのかな。大地のマナー、はい。でこれで今地上で手に入る、あ、地上じゃないや、この1回で手に入るアイテムは全部手に入れましたということで、あ、違う、 XP って書いてあるのか。さっきから出てたっけ。んで上行って、まあ最初のチュートリアルのダンジョンだからそこまで長くはないと思うんだけど、どうしよう、地下4階とか地下5階まであったらだいぶあれだよな、ペース配分狂う。まあパート1パート2続けて撮ってると思うんだけど、まあ、それでもまあ続けれて、おじさん今お尻の調子もあんまり良くないから、そんなに長時間椅子に座っていたくないっていうのもあるから、どっかで1時間5分ぐらいでゲーム切り上げてちょっと休みたいんだけど、あと15分ぐらいで
このダンジョンをクリアしてチュートリアルを終わらせてセーブができるようなそういう状態になりたいんだけど、うまいこと終わってくれるのか、そこが心配になるのかで、一回サンドラ回復入れた方がいいかな。それなりに HP 減ってきてるよな。はい、で再び地下1階に降りましたと。はい、このお宝マインドサプラ、あーいいね、 MP 回復用のアイテム。下にあーコールド粒、今下の方に、あ、ミスレベル1、うわまあまあ強いじゃん魔法。これ今サンドラに来てたら死んでたぜ。おーいいね、開始。いやコールド粒危ないな。これオートって戦闘中、ああ次ターンかな。はいはいはい。いやエルグも危ねえな。これ回復でちょっと2人とも回復入れよう。でレオンは攻撃で、おお天使が出てきてるんで。でも天使ってさ肌の色白っぽいイメージだけど、ちょっと褐色だね。人権とか、人権じゃないや、ある程度配慮してるのかな。ポリコレに配慮しましたみたいな感じで天使の肌の色をちょっと先取りしてるな、このゲーム。そう考えてるな。今の時代天使だからって白人にすんなみたいなさ、そういう運動あるじゃん。で今槍のレベルが上がったな。槍得意なのかな。いやー痛えな、ダメージ7って。なんかオデステリアの1位と比べれば HP の上がり方とかだいぶ緩やかだよな。オデステリア1ってさレベル1の段階でも大丈夫か。下に行くべきだったかな。ああ、そうだ、オート解除したんだ。レベル1の段階でも HP200 とか300くらいあって、最終的に HP5000 くらいまで上がってたけど、オデステリア2では多分これ最大 HP500 とか600ぐらいなんじゃないのかなとは思う。ゼンクリするとき、いや下にサムスらしき輩がいたけど合ってんのかな。下行くべきだったか。ちょっとやらかしてしまったような感じがして怖いわ。っていうかサンドラを前列に移動させるにはどうしたらいいのかよくわかんない。ああいいね、またレベル上がった。ああ地下に行く、地下に行く階段がある。ちょっと戻った方がいいかな。だよな、なんかサンドラを横にするやり方がわかんない。キャラクターその合わせて横キーを押すとそのまま横になっちゃうから。ああ、オッケーオッケー。ぶちかまし、待って、今、いや、いいな、コールド粒がぶちかまししてくれる分に関しては全然ありがたい。魔法攻撃が得意なキャラが、物理攻撃で攻撃してくれる分に関しては、めちゃくちゃありがたいよね。これだよ、やめてほしいのは。おじさんがくたばる可能性大な。大地のマナの値段が200円だっけ。最初におじさんが持ってた有金と同じぐらいの金額だったから、なるべくな死にたくはないよね。で前作と違って今作はそんなに仲間の入れ替わりみたいな激しくないのかな。ちょっと一回おじさん回復させて、これレベルアップで HP とか MP 全回復するシステムだったりするか。おいっす、戦いに対する自分の性格付けも重要だ。己の能力のどこを伸ばし抑えるべきか時々考えてみるといいとかなんとか言ってるけど、これはこの洞窟をそのまま下に行っていいのか、サムスの後を追いかければいいのか、どうなんだろう。でも今上に行く階段あったけどさ、上に行く階段を登れば
まあ、1階にあった宝箱あったと思うんだけど、その宝箱を回収する用のルートです。てか一番最初のダンジョンで出てくる見た目じゃないよ、このガードとかいうやつ。 FF のさ、アーリーだったっけ、そいつに見た目似てるよな。翼の生えた一つ目の敵、まあ、いろんな RPG で出てくるけど、まあ、キャラデザ的にやりやすいキャラクターなんだろうなとは思うけどさ。マジックソード 1? 上がるかな。マジックな剣で済む、これ説明がな。あー、うん、両手持ちにすれば命中攻撃上がるんだったら両手持ちにした方がいいような気もするな。うん、やっぱ脳筋な戦い方をしたいな。これはちなみに、いや、あいつが奥に行ったってことはこっちが正規ルートの可能性高いか。武器両手持ちにしてるけどグラフィックは片手持ちなんだね。あー、でレオンがダメージ食らってピコンピコンしてるせいなのか、ちょっと痛がってるね、どうせ。まあ、ある程度瀕死の状態になるとあんな感じのポーズになるのか。で、HP4 危ないわ。脳筋キャラだよな。地下に行く階段は、あー、なんかありそう。いや、これ多分こっち正規ルートじゃないか。いやー、正規ルート臭いよね。まあ、一応もうちょっと探索してみて、行き止まりの可能性もあるから、一応見るだけ見るか。あー、やっぱ地下行くよね。うわー、宝箱、いや、あの宝箱を取ろう。ちょっと一旦戻って、まあ、できることなら戦闘もなるべくしたくないんだけど、そんなうまく敵が完全に出てこないなんてことはないよね。まあ、そらそうだ。ああ、そうだ、俺ハイパーモードにしようと思って忘れてた。まあ、敵の名前もオートモードにしてても分かるんだから、別にその辺はね、いいよね。いやー、でもそのセーブを至る所ですることができないっていうのはちょっとな。パワー全開にしてみるか。え、魔法って使わないのかな、それともまだ使えないのか。 MP あるのにお手余してる感じするよな。ゼロダメージ、ある程度こっちのレベルが高くなったから敵からの攻撃も食らわんくなったみたいな、そういうこと。お、地レベル1、魔法使ってんじゃん。でもこいつ浮いてる敵だから効かないんじゃないだよね。あー、いや、木でぶん殴れの方がいいわ。そういうことか、AI のパワー全開と、あ、火も使えるのか、別に。見て。いや、これ MP もったいないわ。あー、OKOK、おじさんあれか。やっぱ両手持ちだから、どっちの手でも攻撃してるっぽいな。ちょっとパワー全開は、あんまりよろしくない。キレ殴れの方がいいわ。まあ、魔法とかも使うみたいな、ドラクエだったらマダンテも使っちゃいますみたいな、そういう感じになってるから危ないわ。あえてミドルシールを、多分縦は操作することないと思うから、これはこれでいいか。あー、これ危ないな。大丈夫か。もう剣レベルアップいいぞ。あー、でもおじさん死にそうで怖いな。うわー、おじさん危ないな。これおじさん次回復だな。
何ボタンでボタン、ちょっと、あ、オッケーオッケー、次ターンから戻る。俺今何ボタン押したのかよくわかんないんだけど、ガチガチしてたらこれ魔法、気の魔法、気で攻撃、いや攻撃どころしてないから今ちょっと回復したい。ぶん殴りなら大丈夫。あー危ない、おじさんに来たらちょっと本当に危なかった今。さっきたまたま先手取れてたのもまぐれだったっぽいよね。まぐれというか運が良かった。おーいいね、やりレベルアップ。いやサンドラの HP が低いからさ、ちょっともったいない感じするんだよな。あれあれ、俺なんで今フォーチュナに変えて、あ、そっか、ボタン連打してたからやっちゃった。無駄使いしてしまった。自動で戻ってくれたりするそういうシステムじゃないんだな。はい、とりあえず滅ぼして、いいね、経験値がっつり入ったな。3体も出てきたらそれはね、経験値入るよね。はい、であいつの場所まで戻りましょうと。で戻ってきましたよと。武器や防具を自分に合わせ作り変えることも忘れるな。合体をしてくるね、このゲーム。新たな装備を入手したら武器屋によっていろいろ試してみるといい。これ洞窟どこまで続いてんの、長くねえか。あー分岐がある。で今そのカットしてた時にキラー B みたいなやつと戦闘になった。あークリティカルになっちゃった。緑色のドラクエ3とかで結構序盤に出てきた、序盤ってことでもないか、まあ中盤あたりに出てきたか、キラービー。なんか見た目がドラクエ3に出てたやつを完全にフォーズとさせるような何してやがったか。であとは特に何の進展もなかった。回復アイテムちょっと使っちゃって今枯渇してるみたいな、そんな感じだな。ていうかね、お金があんまりたまんないね、このゲーム。最初のお金200ゴールドだったと思うんだけど、である程度もうここまで冒険進めたにもかかわらず持ってるお金がさまだ400もいってないんだよな。まあ、経験値に対してゴールドの量少ないからしゃあないっちゃしゃあないのかもしんないけど、え、どここれ、あ、これが回復の泉。はあ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 、ここで HP と MP 回復できますよってことで、セーブもできないの。セーブどこでできんだよこのゲームよ。なんかさっき回復の泉みたいな場所があってそこでセーブできますよみたいなこと言ってなかったか。でこれ階段に見えたけど階段じゃなかった。あ、3色コールド粒と、まあ見た目火でしかも全体かこれ。まあ全体だったらそんなに強くないのかな。いやでも単体でも今1ダメージしか食らわんかったの、これ釣りだからか。それとももうおじさんたちのレベルが上がってこいつらの攻撃だったらそんなんでもないみたいな感じなのかな。ていうか似たようなタイプのさ色違いの敵出てくると早すぎない。これもう聖剣伝説のあれだろう、スライム一緒だよね。緑のスライムと赤のスライム、青のスライムっていたと思うんだけど、だとして出てくるタイミング早いわ。最初のドワーフの洞窟あたりで聖剣では緑のスライム出てきたじゃん。でその後10レベルぐらい上げた後じゃないと赤のスライムとか青のスライム出てこなかったような記憶があれば。はい、教えることはもうない。あとは己の道を選び望むままに生きよう。未来とは自分自身で切り開くものだ。さあ行け。ふう、修行もこれで終わりだな。お前はこれからどうするんだ。ああそうか、仇討ちに出るんだったな。なんなら力を貸してやってもいいぜ。いや、みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。これは俺自身の問題だ。じゃあ仲間から離脱するのかな。水臭いこと言わないでよね。私たちは仲間じゃない。サンドラって女なの。しかし俺は狙われてるんだ。そんな奴と同行して危険な目に遭うよりは。
じゃあこうしましょう。私たちのギリシャがペルシャに侵略されようとしている。それを阻止するには敵の指導者を倒せばいい。うふふ、目的は同じでしょ。やっぱ女だな、サンドラ。チェ、何言ってもダメみたいだな。よし、決まりだ。腕が鳴るぜ。よろしくね、シオン王国の王子様。レオンとサンドラがエルグの仇討ちを手助けすることになった。敵はペルシャにあり、支配ラハンの司祭ラハンの魔の手により、シオン王国が滅亡して14年。多くの犠牲者たちの願いは熱き怒りの炎となり、この若き希望の主の心中に静かに、そして深く燃え上がろうとしていた左の宝も気になるな。ワープホールとかだったりするのかな。で、あの赤いやつ、名前やっぱファイアーツ。ああ、まあ単体だとそれなりにダメージ食らうから。それなりに言っても3かね。最初5とかダメージ食らってたから。まあその頃と比べれば、おじさんもレベルが上がってるから、まあ多少は良くなってる。じゃあ良くなってる。いやでも魔法のダメージ、どうなんだろう、1程度の誤差しかないんだったら、それはそれで別にあれなのか、同じくらいの威力なのかな。で、敵が全体技使えるってことは、こっちも普通に、まあ、全体使えるよね。まあさっきあれか、サンドラ使ってたから。で、サンドラやっぱよく見たら女だな。ちょっと胸ぽっこり出てるし、あとチャイナ服みたいのも着てるしね。ハイフォーチナをいただいて、戦闘前の前衛、これ聞きたいね。前衛は有利な攻撃ができるが、その分受けるダメージが大きい。攻撃を受けるダメージが小さくて済むが、攻撃力はあまり期待できない。弓か槍を装備しないと攻撃が決まらない。注意しろ。いや、この辺は分かった。ありがてえわ。でも、前衛攻撃を切り替える方法が、L と R を押しゃいいのか。はい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 。いや、でもサントラ別に後方にしててもいいんじゃないか。で、ワープホール、ちょっとダンジョン脱出させてもらうわ。で、村に戻りましたと。これで、いや、街、外に出ないとダメなのか、やっぱり。え？これ回復の積み？全然気づかんかったけど、これ回復の積みだったのか。で、ここだったら、なんでできねえんだよ。あ、違う。このジジイがセーブしてくれるやつか。セーブ職人。はいはいはい、セーブ。なんだよ、これじゃああれだ。最初っから、ちょっとバグ怖いから全部セーブしとくけど、最初っからさ、今の洞窟行く前に、ここでセーブすることできたってことかよ。なんだよ。はいはいはい、この辺の回復の強みの仕様に関しては分かってる。ってことで、ようやく終えられるわ。次回に続く。